栄冠ない。今回も3年縛りでやっていきます。今回一緒にプレーするプロ野球選手は奥川選手です。奥川康信選手の経歴を振り返っていくと、中学校時代全国大会優勝、そして星稜高校に進学し4期連続甲子園に出ました。3年の夏に甲子園準優勝投手となってます。世界大会でも活躍し、3球団競合でドラフト1位、東京ヤクルトスワローズに入団。昨年の2021年の成績は9勝4敗、防御率 3.26、 優勝に貢献しました。今回はそんな奥川選手を使っていこうと思います。奥川さん星281、カットスラブフォーク全部に。奥川さんまだ1回もやってなかったんですよね。星が非常に高くなりました。コントロール66とめちゃくちゃ高いですね。フォアボールあまり出しません。ただ奥川選手入る高校間違えてしまいました。家電製品しかいない高校に入ってしまいました。量産型暖房器具ベンチ星32。その辺の野手とあんまり変わんないんですけど、よくこれで投手を名乗れましたね。122キロコンスタジーシュート1。ちょっとだけ野手より強いですね。まあ、ただ野手能力は肩49、捕球44、パワーもまあ37あるんで、野手に転向させればまあまあ使えそうですね。送球も C なんで。地球正常キダリアン星102、まあ、100超えてるんでまあまあいいですね。マッサージ腰星は120、パワーいい、呼吸いい。で今回なんですけど、今作の天才あんまりそんな強くないんで、なしでいこうかなと思います。ただその代わり天才がいなくてもなんとかなるように、初期能力の高いショートとキャッチャー B のキャッチャーを持ってきました。まずはショート、超大型炊飯器ピクミン星170、意外性マルチ弾。まあ、170ある盆栽はなかなか1年目は出ないですからね。非常に強い盆栽選手となってます。今回はこいつを主軸にやっていきたいですね。超大型炊飯器ということで、超大型巨人と同じぐらいのサイズの炊飯器ですね。アメリカの地下に3つだけあります。伝説の炊飯器。そしてキャッチャー絶対冷凍冷蔵庫もみじ星は92と、まあ、そんな高くないんですが、キャッチャー B とアベレージヒット持ってます。非常に期待のできる選手ですね。奥川さんとこのキャッチャー B 最強のバッテリー誕生しました。しかも奥川さんが投げ終わった瞬間にもうすぐこの絶対冷凍冷蔵庫にぶち込んでアイシングをしていくこともできます。で全体的に星のバランスも割と全員100超えてたりするんで、総合力で勝っていくチームにしていこうかなと思います。今のマネージャー結構当たりじゃないですか。全員こういう感じでいいんですけどね。早速ボランティアやっていきます。家電製品をみんなに配ってきました。地域に貢献。前回の一郎編ではアイドル出なかったんですが、その後あれから2年ぐらい回してなんとかアイドル出すことに成功しました。こんだけ帯いれば十分でしょう。でちょっと今頃気づいたんですけど、なんか天才が弱いのバグらしくて、まだアップできてないんですけど、アップできたら直るんですかね。まあ、アップでもいつ来るか分かんないんで、今回は天才なしでいきます。お、ジャイロボールの本来ましたね。新入生の履歴書ナイス。履歴書どんどんください。履歴書2つ。稲葉さん OK。 あ、奥川さんがシュート回転なくなった。完璧。さあ抽選会。お、どこと当たってもいい感じですけど、まあ一花さん、一花さんが欲しい。8。うわ、ランク B が近くにいる。それはだるい。そして初のアイドル来てます。うわ、ちょっとアイドルもそういう感じなの？もう上のアイドルと見た目が全然違うんですけど。写真詐欺されてるんですけど。顔がでかすぎる。眉も太すぎる。男じゃないんですか、こいつ。それでは夏の県大会、やっていきます。さあ、注目選手。奥川。3年生ちょっと。3456置いてます。1番超大型炊飯器ピクミン1年生、天才もどき。2番コピー機かかし。3番笹川。4番長嶋茂雄ではありません。長嶋智樹内気ですね。5番長谷川。6番榊原。7番絶対冷凍冷蔵庫もみじキャッチャー B。 8番扇風機ブライアント。チャンス G 勝てる。ナイス。初回はいい立ち上がりですよ。
4回0対0、点が入りません。うーわ、回ってる。マジか。させ。くそ。1対0。なんかチャンスで回ってこないんですけど、自分に。OK。ツーアウトランナー1塁。さあ、1年生、ピクミン。行きましょう。こいつ今は普通の状態ですけど、親指噛んだ瞬間に、超巨大炊飯器になります。いざという時は、変身しましょう。抜けろ！よし！ナイス。これは点取るしかない。引っ張り。センター！よし！ナイスすぎ！回れ！とりあえず同点。よっしゃ！さすが3年生。2対1。4番長島。いや、これは、長島茂雄。ナイス！天才もどきいいっすね。6対1。2回戦やっていきます。おそらくランク B が勝ち上がってきてると思います。あ、初回になんか1点取ってます。ナイス。対戦相手は、ランク C ですか。奥川さんなら、抑えてくれそう。は？ナイス。追いつきました。打線いいぞ。おい！ファースト！ファースト！早く！ナイス！ツーアウト満塁。ピッチャー、ショート。あぶねえ、ナイス！この試合は熱い。うわー、エフェクトで1点取られた。3対2。最終回。流し打ちも強いらしいんですけど、早速ヒット。危な。流し信者になろう。長島の魔物が来てくる。最終回の魔物は神ですね。で、魔物もなんかバントが成功しにくくなったらしいんですよね。まあ一応それを信じて転がせで行ってみますか。OK！ ナイス！普通にヒット。ナイス！落とす！落とす！よし！同点。OK！ナイス！転がし。ノーアウト満塁。ここで1年生もみじ。よし！さらに冒頭でもう1点。勝ちました。8対3。超大型炊飯器ピクミン。3安打。その辺の天才より、活躍してるんじゃないですか。3回戦やっていきます。対戦相手はランク C。うわ、スリーラン打たれた。初回に。だる。おい！諦めるな。勝てるぞ、まだ。魔物があれば。5対0。ピクミン打率5割をキープ。新人王取れますよ、これ。代打、マッサージ講師。マッサージ！え！代打、地球星条旗、ダリアン。よし、センター。ツーアウト満塁。これでホームラン出ても追いつけません。絶望。ここからワンヒットからのホームランで追いつけましょう。ワンヒット。三振。負けました。0対5。まあ3回戦。まずまずでしょう。次期ほかげはコピー機、カカシ。合宿やっていきます。対左投手 B。ピクミン、イブシギン。なんだ、サヨナラ男、ラインドライブ、怪我しにくさし。満塁男、怪我しにくさし、窮地もある。6個ぐらい一気に取りましたね。地元の新聞社の取材。今回紹介するのは超大型炊飯器、ピクミン。税込み100億4000万円。まあ注目ポイントはこの大きさなんですが、まあ炊ける量は3合です。主に先頭に使用されてます。秋の県大会やってきます。1年目の夏、なんとか全国大会出たいですね。1番コピー機カカシ、2番絶対冷凍冷蔵庫モミジ、3番マッサージ講師、4番超大型炊飯器ピクミン、
5番扇風機ブライアント、6番灼熱ドライヤーガク、7番薄型洗濯機ヌメリ、 T シャツ1枚しか洗えません。8番地球清浄機ダリアン。1回戦対戦相手はランク E、 初回に1点取りましたね。なかなか点が入らない試合となってます。7回1対0、追加点欲しいですね。ナイス、トリプル惜しい。ピークミン今日も2安打、打率5割から落ちませんね、素晴らしい。お、これは1点入りますね。追加点ありがて、おっそ、え、お、奥川さんツーランホームラン。え、マッサージ腰強くね。打率10割4打数4打。ピークミンも今日3打。1年生めっちゃいいんですけど。大活躍。マッサージ腰4安打。超大型炊飯器、ピークミン。3安打。中堅校行ってくれ、頼む。2回戦やっていきます。対戦相手は、ランク D。お、魔物ありますね。まだ4回なんで使いません。OK、1点取りました。1対0。いいですね。うわぁ。追いつかれましたね。まあ、同点だったら全然いける。セカンド、ブライアント、ナイス。マッサージこうしたこのピクミン、2人で1つ。天才。くそー、これタッチアップで。点入るな。マジか。まあ、ただ魔物がまだあったような気がするんで、そこまで回してほしい。最終回。5番からなんで、ありますね。頼む。一発同点。フォアボール。フォアボール出ろ。なんでもいい。出ろ。くそ、落とせ。え、この上がり具合どう？ダメか。ツーアウトで魔物。よし。野球はツーアウトから。よし。は？ざけんな。2回戦敗退。練習試合。ナイス。ナイス。サウンド。マッサージ腰。ピークミン4安打。勝ちました、3対9。扇風機ブライアントがスピードガンにいたずらします。ぶまっそ。新入生使ってきました。石川県は様々な選手が育成されてる。キャッチャー6人。まあ、能力は様々ということで。あ、川崎。走塁めっちゃ高い。あ、強いぞ。全員。キャッチャーばっかですけど。ちょっとこれはキャッチャー取りまくって、コンバートさせて、やるしかないですね。割と150は楽々超えてそうなやつが、いっぱいいますね。マッサージ腰が、的にいたずらします。お前の腰を破壊します。奥川康信が監督にごまをするために、グラウンドを整備している。奥川さんはごまされなくても、レギュラー確定なんで、大丈夫ですよ。他のやつにやらせなさい。不良品投球マシン0号のお母さんがやってきた。直してくれませんか。見学に来ただけだった。頼む谷沢、来てくれ。確定させておきたい。よし、確定。3人確定しました。唇乾燥機ベラルーシ、片道満塁男、コピー忍者カカシ、粘り打ち、満塁男910。合宿取りやすくなったんですからね。
若干いつもより取れてるような気がします。でちなみに奥賀さん学力マックスでした。偏差値75、文武両道すぎ。量産型暖房器具ベンチ、こいつは野球もできないし勉強もできない。さあクリスマス特訓マス増加。お、晩成型変態ガイア、いいっすね。本屋もちゃんと残してくれたんで本屋にも泊まり、投球位置右の方、マッサージ腰特訓。お、リベンジゲット、強いか分かんないですけど取りました。お、マッサージ腰、初本塁打打ってますね。練習試合多いですね。3回目。お、マッサージ腰、2本目。はい、マッサージ、3打数3安打、5打数4安打。いいですね。隠したボコボコにするのは最高です、このゲーム。マッサージ腰がプリヒッター取りました。マッサージ腰くんが不良グループに絡まれていた生徒を助け出した。不良グループの腰をマッサージして、コリを取り除き、構成させましたね。不良は大体腰凝ってますからね。腰さえマッサージすれば、いい人になります。マッサージ腰の活躍は周囲で噂になってる。どんな腰でも一発で直します。それでは山田電機工業高校2年目やっていきます。新入部員は7人。元次元爆弾マリア、星142、タイエス丸ホーム突入、パワー49、肩53、いいですね。外野とかで使えそうですね。全自動骨抜き機シャチ、星138、こいつもいいですよ。得のはないですが、ミートソルク D。守備もまあまあいいですね。腕時計型麻酔銃、ロデオ。こいつはなんと、星200超えてます。203。で、ミートが69ということで、もう B ですね。B あります。走塁 B。これはいいセカンドを取りました。補給も最初から C あります。汎用人型決戦兵器、ナム。こいつもなんと、星200ですね。星200が2人来ました。めちゃくちゃ強いですよ。即戦力、筋肉万歳兵器中山、星160、ミート、ソルク、肩、D。まあ、筋力はこれからつけていきます。初球丸、プレッシャーラン、パワー、先行傾向と悪回、伸び A 打三振。まあ、投手では使いません。野手として使っていきます。電子レンジ、星91、これはベンチですね。で、なんと内木が3人来ました。2年生の内木3人、ありがたすぎ。最後の夏に 20% ぐらいの確率で魔物出してくれます。142、138、200、203、160、だいぶ強い新人が5人も入ってきました。この7人を超えてやっていきます。お、元変態マルコ活躍できてない、帰ってくれ。活躍できてないやつは来んな。お、来た。技術確認の指導、打撃を指導します。さあ抽選会いきます。いや、ここの夏勝ちたいですね。2か3ですね。2か3引きたい。初戦ランク B は終わり。うわ、初戦ランク B。 2年目の夏で甲子園に出たい。ちょっと2日ぐらい空いたんですけど、これ初戦ランク B ですよね。まだランク B と戦う気持ちになってないんですけど。先発奥賀さん、星364、フォーク4、スラビオン、カット3。1番、唇乾燥機ベラルーシ。2番、絶対0度冷蔵庫もみじ。3番、マッサージ腰、打率6割の記載。4番、超大型炊飯器ピクミン。5番、薄型洗濯機ぬめり。6番、コピー機かかし。7番、扇風機ブライアント。8番、地球正常機イタリアン。まあ、前評判 B でしたけど、戦力的には C かもしれない。はい、 C ですね。 C だったら勝てますね。ナイスゲッツ。
ツーアウトランナーサード。まずい。うわー、くそ。センター返しか。1対0。いや、1回戦負けマジきつい。ツーアウトランナー2塁。代打。不良品投球マシン05。ダメだ。不良品だ。ノーアウトランナー1塁。さすが。スクイーズしたいですね。でも、2はちょっと。OK、ゲツイですよ。まあ、とりあえず追いついた。で、ツーアウトランナー2塁。引っ張り7。惜しい。やばい、ノーアウト1、2塁。助けてくれ。まずワンアウト。よし、ゲッツ。この試合長くなるぞ。腰で打つ。マジでナイス。ただ当たりが強すぎて、ワンヒット。ノーアウトランナー1塁。さあ、ピクミン今日もいっちゃうんだ。簡単に追い込まれて、三振。うわ、ゲッツ。もうそのトスいっても、そう余計なことすんなよ。さあ、1番から、いきましょう。これ、内野安打に、なる。これはいった。マジで感謝。相手のベンチを冷やしまくっていく。絶対レード。よし。ナイス。ゲッツ。この試合しんどかった。ここ勝つか負けるかで。全然変わってきますからね。マッサージ腰に2安打。2回戦やっていきます。対戦相手は、ランク D。まあでも打撃まあまあ強いんで、気をつけましょう。ちょっと相手ピッチャーそんな強くないんで、早く、点取ってほしいですね。完璧なフォーク。ぶっ殺していこう。また5回まで点が入ってません。ワンアウト3塁。何スクイズ。マジか。これくそ。ワンアウト満塁。さすがに盛り上げ。よし、ゲッツ。サード。ナイス三振。怒りの三振。2点だったら全然いけるから。よし、2者連続。ワンアウトランナー1塁。バッターはマッサージ腰。マッサージ腰をマッサージ。さあ、マッサージ腰の同点ツーラン、特大。よし、追いついた。で、ランナーまた出て、ワンアウトランナー一塁。魔物。よし、奥笠もお任せ。いや、普通にナイス。最終回は1年生をどんどん出していきます。OK。 いや、ちょっとこの1、2回戦めっちゃきつかったんですけど。ヒットは13本。ピクミン3安打。3回戦やっていきます。1、2回戦でかなり体力を使いましたが、まだまだ負ける気はありません。
対戦相手バランクシー、ナイスヒット。お、マッサージ腰、あの後ツーラン打ち、あでもすぐ追いつかれた。あーやべ、強い相手。3対2、ソロホームランで3点、3対4、まだ1点差。ノーアウトで3塁。ちょっと待って、これやばいんですけど。さすがに盛り上げ、くそー、追加点3対5。よっしゃ、ナイス。え、なんで取んの。ノーアウトランナー1塁。来ましたね、これ。これ来ましたよ。流し6。流し。本作は。おーい、4番がそんな。OK。薄型洗濯機ぬめり。ホームラン打ってますが、ラッキーボーイか。ただ今日調子がいいんで、もうワンホーマー。いいっすか。当たりはいい感じ。よっしゃ、ワンヒット。ナイスだ。落ちろ。これで1点取りました。4対5。ブライアント絶好調。そして今日まだヒットなし。ということは究極の思考で強振で打ちます。あ、でもスクイズ3か。いや、打ちますこいつ。ブライアント三振かホームランなんで。あー、これやばい、やばいか。あ、やばい。いや、大丈夫。このノリノリ1年生、マジで神こいつ。ここで奥川さんですか。まあしょうがないですね。強振で適当に流し、マグレヒット狙っていく。え、これ落ちた。そしてランナーは回って2点、7対5。え、この2点マジで最高なんですけど。8番9番が4点。最終回点差もあるんで、ストライクを取れて球速スタミナを伸ばしつつ、3球三振ゲームセット。負けてる試合ちょっと精神的にしんどいんですよね。8回9回のマークリーがすごかった。4回戦やっていきます。魔物、よし、魔物あります。対戦相手はランクシー。ランクシーばっかですね。お、2点取りました。マッサージ腰、今日2安打、熱血強振引っ張りイコールホームラン。ノーアウトランナー2塁。あれ、奥川さんまた打ってんの。しかも打点に。進塁打でワンアウトランナーサード。スクイズ、よし、3対1。盛り上げ使ってるんで十分ゲッツは取れる。なぜ飛び込まん。いや、ガチで相手の流れになってる。うわ、追いつかれた。マジか。スクイズだと。しかもヒット。レフト、レフト、レフト。よし。危な。ワンアウトランナーなしで、魔物。これもう回ってこないですよね。使います。おい、頼むぞ。三振は本当に。よし。オッケー。え？ナイス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 、いい当たり。これはナイスよ。マレマレ、ホーム行け、ホームホーム、マレ、よしよし、同点。
危な。セーフティー本当にダメなんですかね。やっていいですか。いやでもこれはさすがにヒット。まあ今のバントがうますぎましたね。あワンアウト1、2塁。しかも相手は4番、緩急7。大丈夫大丈夫。ショートゲッツ。もう何それ、なんだその。ツーアウト2、3塁。相手は今日3安打の小松。小松トルコさん。はあ、1回戦から4回戦まで全部きつかったです。そろそろ楽な試合いいですか。それでは決勝戦やっていきます。ランク A とか来るんですかね。今回はラッキーボーイ。決勝戦は魔物なしでやるしかありません。対戦相手はおお。やるしかない。まあ奥川さんなら抑えるんで全部。1点取られました。1対0。まあでも結構抑えてんじゃないですか。いやーまた3-0。きちい。おランナー2人出てます。2アウト1、2塁で奥川さんかい。ここでピッチャーかい。おナイス。これ返さないとダメですよ。もう打て。1年生の汎用人型決戦兵器ナム。マジで強い。えめっちゃ高く上がってますけど。負けました。9対0。まあちょっとまだランク8と戦うには早かったという感じですが、まあ秋に向けて切り替えていきます。次期キャプテンはマッサージ講師。マネージャーが変わってしまった。こっちの方が良くないですか。無口そうな感じがいいですね。合宿やっていきます。ピクミンラインドライブ。絶対レード冷蔵庫もみじ決勝だ。おさよなら男、さよなら男、満塁男、男祭り。マッサージ故障は練習がとても辛そう。故障マッサージしていきます。電子レンジは奥川京介のマッサージ方を教える。おいざけんなよこいつ。電子レンジ誰の肩を破壊しとんねん。敵のスパイがいました。あいつの腰を破壊します。あおばあちゃんがいいものをくれました。良質な白土ゲット。特訓はさすがにこれ奥川さんですよね。要所丸、玉持ち丸、玉持ちいきます。よし取った。特訓全自動骨抜き機シャチ。どんな魚もこれに入れるだけで骨を全て取り除いてくれます。ただ身も8割ぐらい持ってかれます。よしカークランゲット。それでは秋の県大会やっていきます。秋はしっかり4回勝って全国大会出ましょう。先発奥川さん、星427上がってきましたね。152キロ、フォーク6、スラビアン。1番汎用人型決戦兵器ナム。2番絶対レード冷蔵庫モミジ。3番高打率超大型炊飯器ピクミン。3番に変えました。まあ3番っぽいですよね。そして不動の4番、ノリノリの男マッサージ腰。腰が絶好調。星264、チャンスビープルヒッターリベンジ。5番、地球星条キーダリアン。6番、腕時計型麻酔銃ロデオ。7番、筋肉万歳兵器中山。8番、全自動骨抜き機シャチ。2年生の打ち気は0。自力で頑張るしかない。まあ1回戦は楽に勝ちたい。1点先制。いや違う、取られてる。
対戦とランクイ。なんで？オッケー、さすがに1点。オッケー、ナイス。チャンスで、奥川さん。スクイズさん、いきます。おー、危ね。転がすぎ。しかもセーフ。魔物は使ってないんですが、いらっしゃまくってます。センター返し7。マッサージ腰。こいついいですね。スリーランホームラン。勝利。7対1。2回戦やっていきます。あ、1点先生。対戦とは、ランクE。今作ランク S とかありますから、ランク F とかも追加してくんないですか。全員オール G の。OK、いい流し。奥が3点のチャンスに強いバッティング。5点目。うまい。マッサージ腰。今日も2安打。4割8分1厘。2回戦勝利。楽勝。完封。こいつのおばあちゃん定期的に白土くれんだよな。3戦目やっていきます。残り2回しっかり勝ちたいですね。それなりに強いチームが来てるんじゃないでしょうか。相手はランク C。投手力、打撃力あんまり高くないんで。いけそう。初回から流れを作っていきます。いや、それ打たな。OK! 抜けない。いや、1点取られました。1対0。ただ、すぐに同点のチャンス。中山きんに君。ワンヒットし。ここのワンヒット、神。パワー !2 点しかも。走れ、悩んだ。お、セーフ。そしてチャンスに強い。奥川さん。くせ者。打たせます。打点10なんで。はい。え？マジか。オッケー。ツーアウト満塁。ここで2番。返してくれ。はい、返していく。え？ホームラン。まずい。逆転された。ガチか。ツーアウトランナー2塁。打つしかない。ここでもすぐ追いついとこう。ランク C に負けてる場合じゃない。お、ランナー1人出ました。ここでマッサージ腰。よっしゃ、さすがすぎ。ワンアウト2、3塁。バントもありですよ。ただスクイーズは2か。まあまあまあ、打たせましょう。何が？よっしゃ、同点。1年生がしっかり逆転。さあ最終回、2点差。すごく盛り上げ。よし、強い。しっかりと打ち勝っていく。中山3打点3安打。やはり筋肉万歳。まあ、ただここ勝たないと意味がありません。4戦目。お、マッサージ腰。ノリノリ。腰からもうとんでもないオーラが出てます。で、奥川さんも絶好調でしたね。勝てますね、これ。ナイス。落ちろ。落ちろ。落ちろ。落ちない。うわぁ、初回満塁のチャンスだったのに。あ、でも2点取った。神、神、神、神。よし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 。対戦ターランク C。 いや、 C いけるって。 C は勝てる。奥川さんランク C に3点以上取られることはない。
ワンアウト満塁。筋肉万歳兵器、中山。もう万歳。これはもう完全に、よし。死ぬまでハッピー。さあ、現在ノリノリのマッサージ腰。今日も全打席出塁。腰が暴走しないように特殊な包帯を巻いてます。腰を固定します。死ぬだ。完璧なストレート。勝ちました。4戦目はコールド。全国に出る資格あり。OK。さあ、秋の全国大会抽選。なるほど。A が多いですね。3、5。うわー、ランク A だ。初戦仙台高校。マッサージ腰の性格。変えます。こいつはクールではありません。やんちゃ、そう。やんちゃです。後輩の腰を破壊しまくってます。秋の全国大会、やっていきます。初戦強いですからね。初戦さえ勝てば、その勢いのまま優勝までいけるんじゃないでしょうか。で、この秋の大会前は知らなかったんですけど、モラル経験値が半分なり、その代わり、特能が取れる可能性が、なんか倍になってるとか、特能がっつり取っていきましょう。さあ、対戦相手は、ランク A、強。お、ノーアウト1、2塁。おい、ゲッツーやないかい。ナイス！タイムヒット、中山。1対0。点さえ取れれば勝てるんです。あ、でも追いつかれた。ノーアウト1、2塁。クソピンチ。サード、OK。まあでもこのチーム意外とエラー少ないですからね。おーい、フラグが回収されました。よし、ナイス、走れ。ナイスラン。さあ、ノーアウトのチャンス。熱血絶対冷凍、灼熱冷蔵庫、もみじになっていいですか。パワー。さあ、これでパワーへ。おーい、熱血を使ったことにより、ただの冷蔵庫になりました。ただ3番、超大型炊飯器、ピクミン。こいつは撃つよ。こいつは撃つ！よし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 。これ2点返したか。さすが3番。同点。そしてこの最強の3番の後に控えてるのは最強の4番、マッサージ腰。今日はもう2安打。ホーム間に合い、よっしゃ。1点もやりたくない。あ、10回からタイブレークですね。なるほど、まあ、2番からなんで打順は非常にいい感じです。取りましょう。バント、まあ、打ちますか。おーい、また三振かい。2者連続三振。相手の星野、絶好調。しかし、このマッサージ腰を止められますか。いや、ここゼロはきついぞ。うわ、ゼロだ。三者凡退。くそ、この試合エラーがなければ勝ってんのに。そう、負けた。3対4。秋の全国大会ちょっと前もエラーで負けたんですよね。まあしょうがない。特能誰か取ってくれ。あ、超大型ピクミン、逆境を丸取りました。合宿やってきます。超大型炊飯器、大変活気丸。ピクミンの特能がめちゃくちゃ増えてます。炊飯器の中にいろんな食材をぶち込んでる状態ですね。ちょっと合宿みんな頑張れるように、一応合宿終わった後に、ナース、アイドル、そしてならず者を配置します。ナースでまず回復して、で、アイドルで元気いっぱい、はしゃいで、で、ならず者が最後全員しばいて、
また練習の気を引き締めさせると。完璧なプラン、パーフェクトプランですね。奥側ナチュラルシュート取りました。これ強いんですかね。クリスマスプレゼント休み、まあ建前上休みという風にしてますが、レギュラーになるようなやつは、まあ、しっかりグラウンドに来て朝から晩までやりますからね。カイさん、腕時計型麻酔銃ロデオは2年の絶対レード冷蔵庫もみじのマッサージ故障している。卒業式、不良品等級マシン05、大学生、唇乾燥機ビラルーシ、スカート、薄型洗濯機ヌメリ、プロ野球選手、コピー機カカシプロ、灼熱ドライヤーガク、扇風機ブライアントプロ、お渡辺アイドル、二人目のアイドルですね。春の甲子園やっていきます。先発奥川、星483、仕上がってきてますね。対戦相手はランク B、 マジか、ちょっとまずい。初回から先に点を取られそう。うわー、めっちゃ当たった。さあチャンス、ツーアウト一三塁。ああ惜しい。ワンアウト一二塁。そろそろ追いつきたい。666何でもあり。流し、惜しい。マッサージ腰、強心臓。よっしゃ、まずは1点。さすが4番。1対2。いやー惜しい、全部真正面だ。さあこっからチャンスで234に入っていきます。熱血を使い三振、よしナイス。ここで回ってくるのは最強の4番、マッサージ腰。メジャーリーグ8球団が彼のバッティングを注目します。引っ張り7、打てる。これ入るか、これ入るでしょ。あ、フェンチョク惜しい。でも2点入りました。3対2。こいつがマジで最強。おい、次元爆弾が爆発した。この回しのげば勝てますね。2者連続三振、ピンチでも関係ありません。お、ピグイン流し方向に、あ、入んないか。最終回1点差。奥川さん奪三振14、三振取らなくてますね。ただすでに特納奪三振はついてます。オッケー、勝ちました。3対2。マッサージ腰3打点、全打点を叩き出します。2回戦やっていきます。対戦相手はランク C。 お、初回からチャンスですね。ナイス、満塁。おい、満塁で点入らないのかい。うーわ、3点取られた、マジか。あ、こいつ打率いい。ツーアウト満塁か。いや、これホームラン出れば逆転。闘魂パワー S、 これあるな。よし、センター足、まずは1点。3対1。さあピグイン、 OK、 3番まで回ってきたのでかい。こいつマジいいですからね。逆境丸、流し6。さあ頼む。来た、
今年の近鉄何かが変わった、マジか、マジ神、逆転満塁ホームラン。3対5、勝ちました。3対5、逆転満塁ホームランなかなかないですからね。逆転スリーランも結構あるんですけど。3回戦やっていきます。対戦相手はランク B、まあ、今のところこのチームランク A 以外には結構勝ってますから、ランク B なら倒したい。ミス、ワンアウト二三塁ピンチ、うん、タッチアップで1点取られました。1対1、これ大丈夫、取れる、取って取って、うわー、1対4、最終回3点差を返さなければいけません。うん、負けました。4対1。いやでも夏は内木も3人覚醒するんでいきますよ。マネージャーの渡辺さん、早速アイドルとして来ました。いいっすね。3年目やっていきます。こいつ強いっすね。無限掃除機タイソン、星232、天才並みに高いっすよ。能力パワー C、 総力 C、 補給 C。 元次元爆弾マリアは打ち気になった。1年生の打ち気が4人になりました。夏の大会の抽選、まあこれどこ当たっても OK ですね。楽々甲子園に行きます。去年決勝まで行ってますから。5、お、1、2回戦は楽勝っぽいですね。で3回戦でランク C と当たる。最後の夏の大会やっていきます。必ず甲子園に行きましょう。先発奥川、星542、160キロ、コーンスタビー、フォークロック、スラブ号、カットボール3、いい感じですね。1番汎用人型決戦兵器ナム、星314、2番絶対0度冷蔵庫モミジ、3番超大型炊飯器ピグミ、特能いいですね。4番マッサージ講師、圧倒的な4番ですね。5番筋肉万歳兵器中山、6番腕時計型麻酔銃ロデオ、8番全自動骨抜き機シャチ。2年生ですけど4人打ち気がいれば1人ぐらいは出るんじゃないですか。対戦相手はランク D、 速攻1点取られたんですけど、1対0、訳がわからん。ゆっくり行きましょう。 OK、 満塁で2点開始、即逆転。 OK、 これは綺麗な流し。4本目出ました。ええ、絶対0度冷蔵庫もみじ、今日3安打、打率上がってきましたね。3割8分4厘、4安打。勝ちました。6対1。まずは初戦楽々突破。2、3、4、3年生、いいっすね。打ちまくってます。魔物は誰も出しませんでした。まあ、ランク D には出さなくていいんで、ランク C 以上には魔物出してほしい。奥川さんは奪三振14。2回戦やっていきます。まあ、2回戦はランク D ぐらいだと思うんで粉砕しましょう。あ、なんか初回に1点取られてるって。相手はランク E。 あ、ピクミンエラーしますね。まあエラーはしょうがないですね。まあ、その代わり打ってもらいましょう。一気に4点取りました。ナイス。打率いいな、マジで。奥川さん。OK。なんか、もみじマジで覚醒してるんですけど、打率4割乗りましたね。熱血。チームで2番目の打率になってます。3年生全員打率いいですからね。しかし、ピクミンも負けじと3割7分9厘。で、マッサージ腰は4割5分5厘。この3人プラス、奥川さん。この4人、高校ビッグ4が、うちの学校に集まってます。ナイス、俺ら。勝ちました。2対9。順調。お、
流し打ちの本、これはあり。これはいいの来ました。ピクミンに使いましょう。3回戦やっていきます。お、初回モミジがまたホームラン。どんだけ調子いいんだこいつ。対戦相手はランクシー。3点取られましたね。なんか最近奥川さん調子悪いんですかね。結構取られるんですけど、ランクシーぐらいもうビシッと押さえてもらわないと。 OK。 ちょっとさすがに夏甲子園行きたい。さあそろそろラッキーボーイか。誰か一人は魔物持ってそうですけど、回ってくるかな。 OK。 うわー取れ、お、なんだ今の取れるだろ。あ、マジでナイス、入れ。逆転スリーラン出ました。汎用人型決戦兵器ナム、シンクロ率無限。よし、超ソロフォロー確実に取られました。勝ちました、12対4。汎用人型決戦兵器ダム、チャンス B、 広角打法。4回戦やっていきます。魔物が一切来ない。マッサージ腰のソロホームランで1点先制。ナイス奥川さんバッティング良すぎない。絶対レード冷蔵庫もみじが12打点、ピクミンが19打点、マッサージ腰が17打点、そして奥川さん13打点。しかもスクイーズとかじゃなくて普通に打って点取ってますからね。また打ったよ。勝ちました、10対0。決勝戦やっていきます。勝てば甲子園。この流れだと負ける気はしないんですけど、どうでしょうか。まあ、油断はしません。対戦相手はランク C。 昨年決勝でランク A 来たんですが、今年は C でしたね。勝つ。1点先制、1対0。主導権を握ってけ。完璧。4点取った状態で魔物来ました。甲子園確定、あざす。2020よりも打撃がかなり強くなってるような感じですよね。よし、ちょっと楽勝すぎてあんまり達成感がないですが、とりあえず予選は楽勝。このチームは甲子園勝てる。ヒットは18本、ピクミン3安打、マッサージ腰3打、奥川キレ丸ゲット。さあ甲子園の抽選会。奥川さんは甲子園決勝で負けたんですかね。その借りを返しに行きます。初戦ランク C で助走つけたいんで、1行きたいですね。8は論外、1か8か、どっちだ。1か8かのここ5。初戦ランク B、 甲子園到着。汎用人型決戦兵器ナム4割。絶対レード冷蔵庫もみじ4割。超大型炊飯器ピクミン4割。マッサージ腰4割。この4人がどこまで通用するのか。1点先制されて、お、2点返した。いやでも3点取られた。シーソーゲーム。ナイスだ。よし、ランナーサード。ここスクイーズどうだ。まあでも2ストライクなんで打つしかない。 OK、 センター返し、うまく返した。さあ1点差。最終回ラッキーボーイですか。一応ベンチに打ち切ります、使います。頼む、出せ。よし、
これはいいの来た。そして、こいつは総力 C。一応総力 S のやつがいるんですよね。量産型暖房器具ベンチ。ただこいつ右打ちか。こいつの方が良くないですか？無限掃除機タイソン。1年生。さあ、頼む。流し。OK！ 普通にヒット。これバントとかしたいんですけど、本当は。でも、2番、3番、4番の打率を信じたい。打ちます。OK。走、遅い、遅い。よし。ちょっとダイソー出しますか。ダイソー。流します。いけ。よし。これは弾くでしょう。後ろに反らした。さらに4番、マッサージ腰。スクイーズすれば終わりなんですけど、強振、引っ張り。おほはは！さよならスリーランホームラン。見せてくれますね。綺麗な勝ち方でした。マッサージ腰、4安打。2回戦、湘南高校。対戦相手はランク B。お、初回チャンス。相手ピッチャー強いですが、ゼフ長。お、2点返しました。2対0。うまい。なんというバッティングだ。3対1。OK。自分いつも結構スクイーズとか使うんですけど、今回全然使ってないですね。みんな勝手に打ってくれるんで、使う必要がない。こいつなら打つだろうという信頼が結構あります。はい、マッサージ。安定のピッチング。ナイス。さあ、2回戦も楽勝。11対1。ただ、今作ランク S とかいますからね。ランク S まだ1回も戦ったことないんですよね。あれ、あったっけ？まあでも勝ってはないと思うんですよね。楽しみです。3回戦やっていきます。お！初手エラースタートですが、手も入らず。え、互いにヒット出てない。何これ？あー、打たれた先に。9番に。試合が4回に動きました。対戦相手ランク S？ これでも S なんですね。なるほど。はい。はい。ああ。強。強すぎ。いや、こいつ、やば。でも弾道1。なに？こいつがベンチ。こいつよこせ。ワンアウトランナー2塁。まずは、追いつきましょう。よし！ナイス！これは、変直。無理か。ただタッチアップで3塁。さあ4番、マッサージ腰。ここの一発が非常に重要ですね。追加点を許し、2対0。ただ、チャンス。ノーアウト、1、2塁。ゲッツーだけは、なし。よーし、センター足。さあ、ノーアウト満塁。ラッキーボーイ。流し。スクイーザーに、まあ。打て。絶好調なら、打てる。オッケー。犠牲フライになると思うんですね。とりあえず1点。4はさすがに決まっていく。同点。ワンアウト1、3塁。こいつら勝手にチャンス作りますからね。スクイーズ4。筋肉万歳スクイーズ。OK。ナイスじゃ。え！ホームランで追いつかれた。4対4。前進守備は捨て、
ゲッツシフト。ゲッツ無理っぽい。まずは初の優勝見せていきたい。ゲッツおい、ちょっと危なー。ショート、ショート取れない。いや回ってる、くそ足早い。4対6。最終回、代打元次元爆弾マリア、頼む爆弾を、爆弾持ってこい、爆弾持ってこいよ。代打タイソン、まず一人来い、出ろ。いやマジでこいつ代打の神。ゲッツーになったら殺すしかない。あ、行ったか、行け行け、伸びろ、マジで押しすぎ。センター返して、よし、ナイスヒット。いやーでもこれ変えた方がいいですよね。代打電気製品へ打ちそう。いやピッチャーいないんですよこれ、これピッチャーやばすぎ。代打出しますわ、もう気合で行くしかない。点取れなかったらもうしょうもないんで、強振一発、逆転のチャンス。ナイス、これワンヒットでもワンチャンある。ただここスクイーズは論外、ミート、いいカット。広角打法、強振、いやさすがにミート、バント決まる、流し、ミート流し、こいつなら打つ、よし、あっ、うぅ負けた、惜しい。奥川さんの方がワンチャン打ったかもしれない。3回戦敗北という感じになりましたが、まあ、チーム的には非常に強いチームになったんじゃないでしょうか。2校目終了。全然強豪校にならないんですけど、前作だったら強豪校は言ってそうですけどね。上がりにくくなって下がりやすくなったような気もします。次期キャプテンは汎用人型決戦壁のアーム。ミートエースロープレイになってます。日本代表、奥川、ピクミン。おい、マッサージ腰も連れて行ってくれよ。パワーエースなのに。日本代表、3位。1位スペイン、2位ブラジル、3位日本。奥川先発投手。あまり目立った活躍はなかった。そんなはずはない。超大型炊飯器ピクミン君は2番ショート。守備でチームに貢献。卒業式。奥川29試合。防御率 2.53。絶対冷凍冷蔵庫もみじ。パン屋。あ、こいつパン屋になった。マジか。打率4割のパン屋。ピクミン、プロ。地球星条旗ダリアン、パン屋。同じパン屋ですね。マッサージ講師、プロ。米田、弁護士。プロ入りしたのはこの3名です。奥川さん、星610。まあまあですね。162キロ、コントロール B、スタミナ A。超大型炊飯器ピクミン。星465。まあ、盆栽最強とまでは全然言ってないんですが、盆栽にしてはかなり強いですね。星465。マッサージ腰。チャンス B、プルヒッター。リベンジ。星395。まあ、能力はそんなですが、成績が非常にいいですね。4割5分6厘。ホームラン7本。バントヒットなしで4割5分6厘。歴代最高クラスの打率ですよ。というわけで今回、初めて天才なしでプレイしていきましたが、まあ、天才がいなくてもそれなりに強いチームになりました。というわけで今回、この辺で終わっていこうと思います。マッサージ腰だけちょっと上げておきます。能力もそんな高くないんで。お買い得ですね。お疲れ様でした。